バファマ神社に来てます。筑島神社の、皆さんは多分桟橋からずっと向こう側行っちゃうんで、あまり来ないと思うんですけど、小学校の方ですね、登校中の 学生さんなんですね。鳥居くぐって、あまり大きなお社ではないんですけれども、マイヤーだと思います。マイヤーがあって、はい、入ってきますね。お祭りしている神様がこちら。ちょっとレンズを通してないとね、かすれてきてますけど、骨姫のみことも祀ってる鹿さんが、歓迎を吹きましたけど、よく来たねみたいな、あまり観光客とはない。鹿が帰ってこれないの、鹿よけですとかがあります、ぜひ、あまり観光客来ないところですけども、来てみてください。